生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。最近これのさ、舞台は東京っていう部分はほんまダサいから嫌やわっていうコメントが意外とあるよな。ね、そんなダサいんかな。え、なんかすごいドヤ顔やねんけど。うん、てかさ、まあ今日はご覧の通りお家、お家テラスハウスみたい、ね、ほんでまあ何するかっていうと、やっぱ関西人たるもの、TAKAOYAKI ちょっと言ってる、たこ焼きっていうもの、たこ焼き、我々はまあか、まあ、プロやん、関西人やし、プロやん、たこ焼き作ったことあんの？俺家で作ったことある。自分でこう回して自分でピヨピヨって、ピヨ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 チーズとか入れたりもする。だからそれをやりたい。その前にじゃあビールとか開けようか。俺こうやってな、ちゃんと開けるの？これをな、なんかな、いつも男の前とかで、なんか女の前とかでもそうやねんけど、あー開かへん、まあ開けてっていうのをいつもやってんねん。でも最近気づいたねんけど、ほんまに好きな男の前ではピシャって言っても全部やってもてる。だから俺どうなりたいんか、なんか定まってないねん。これが弱いキャラで行くのか、それとも、なんかこう、ワイルドなキャラで行くのか。いや、ぶっちゃけ、もう全然できんねんけど、これを。でも、なんかできるキャラでやっていくべきなのかどうか、まだ全然決まってないね、自分の中で。どっちがええと思う？どっちが似合う？あ、開かへんってやってる方か、なんか、もうワイルドにもう、シュッ。バイバイかーん。これはサイダーじゃなくてビールです。あ、まあ。じゃあ早速たこ焼きの方作っていこうか。そうだね。あれこれ。200g。そう、これを全部入れろ。卵が1個と水600ml。これは？600ml。そうね、この間さ思ったんだけどさ。なんか今日本ってさ、少子化問題になってるやんか。え、ちょっと待って、少子化問題話すん？いや、なんか腹立ってることいっぱいあんねん。あ、そうなん。少子化問題についてもうめっちゃなんか文句ある。そう、なんで少子化問題があると思う？え、みんなエッチせえへんからやろっていう簡単なね、答えだけど、でもなんでしないなんで出会いがないか。なんか多分やっぱ男がナンパしてはいけない空気感が強すぎるんじゃない？やっぱ規制、男がちょっとなかなか生きにくい時代になってると思う。そうなの？あれ、答え出してもらったん？そうなのよ。番組的にあかんやつやん。いや、いいことあんた、ちゃんと言えたね。ほんと？いや、でも俺そう思う。そう、少子化問題でなんかいろんなさ、問題出てきてるやんか。こう、話しかけたらハラスメントとか。感じがな、女子になんか話しかけたら多いやんか。全部ハラスメントになるからな、最近。そうで、彼氏いんの？イケメンやったらいいんだけどな。そう、それどういうこと？めっちゃ怒ってるやん。なんでイケメンは大丈夫で、なんかなんかみんな違うやん、イケメンとかイケメンじゃないって。でもどう、あれちゃん、それやったらもうハゲデブ、ハゲデブ臭い、あのもう黒からめっちゃ長い毛生えてる白いしが、うん、あいちゃん、彼氏いますかって。彼氏いる？結婚しよう。いや、結婚しようって言ったらもう頭おかしい。それは頭おかしいけど、それじゃなくて、いい決意してるね、あれちゃん。どこでやろう。え、そんな感じ？あかんやん、怖いやん。いや、じゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。それ権利はあるやん、誰でも。別にいいやん、話しかけても。それ何が悪いの？誰が決めてんの？そのなんか、これ話しかけていいとか、これ話しかけたらあかん問題だとかさ。だからまあ、話しかけられた側が不快やったらあかんってことやね。そんな知るんやんって話やん。まあね、でもなんか、やっぱ事件とかあったんじゃない？なんかこう、いや、事件あるけど、それだったら、なんか将来的にさ、もうなんか話す内容だったりとか、てかもう見ていけない時代になってくるやん。ちょっともう、こっちを見て目が合ったら、お前何見てんだよ、お前ハラスメントだ。昔のさ、ヤンキーってそんな感じだったよな。あ、何？見てんだよ、見てんだよ、見てんじゃねえよ。かわいい喧嘩やな。何見てんだよって喧嘩できるって素敵なことよ、もう。あ、見てるだけで喧嘩できる。じゃあど
したら印象しかなくすためにマジで出会いが難しいやんか。でそのせいでさ、なんか男の人がビビるやんか。こう話しかけたらハラスメントになったらどうしようみたいな、めんどくせえなっていうので話しかけなくなってくるやんか、うん、女性に、うん、ならなんかそのナンパとかそういうのも減ってくるやん、うん、で出会いが減ってくるやん、うん、で付き合うとかなんかそういうのがなくなってくるやん、うん、それはエッチもせえへんし子供もできないやん。まあそうやねんけどな。ただまあそれはな、昔のあのな、ゲイの世界とかでもすごいそうやった。やっぱノンケの人にさ、ゲイの人がね、僕好きなんですって言ったらさ、ちょっとノンケの人ってそういう感じで見られてたのって言ってすごい嫌な感じになったりとか、うん、っていうことがすごいあった時代があるので、それでなんか逆に喧嘩になって殴られたりとか、なんかいろいろゲイの人がなかなかこう好きですっていうのが言い出せない時代っていうのがあったねんけど、今は割とな、それがいろんなアプリ、出会いのアプリがね、うん、あって、でそれでやるとね、やっぱりもうお互いいい、なんかいいねとか悪いねとか押しまくるわけだ、あれ、うん、でそれで出会いがすごく楽になったよ、みんな。だからみんな恐れずになんか Tinder やったらいいんじゃない。けどなんか Tinder がもう出会いとかじゃなくてさ、なんかワンナイト遊びみたいに使われることが多くなってる。あどちらかというとワンナイトから始まる愛はダメ。いやないと思う、ほぼほぼワンナイトで。ないか。だってさ、ワンナイトでやらせるってことは他の男もやってんじゃねえのぐらいの。まあそうやけど、まあ簡単すぎやん。だって会って、うん、その日になんかじゃあちょっと家に来るって言って家に行ってやっちゃうねんで。でもそれはもう利用の仕方の問題じゃない。やっぱ女子側がもしそれが嫌なんやったら、ワンナイトは絶対ないです、初めての日はちゃんとお茶しかしませんとかさ、なんかそこはなんか女子側、まあ男子側はまあやっぱどうしてもワンナイトが欲しい人って多いと思うし、もちろん男子側もそこは頑張らんとあかんけど、やっぱやっぱり男子は種をまく生き物やん。じゃあいいねん、なんかワンナイトでしてる人もなんかその日やっちゃっても何でもいいの、それは、ただけどそれ少子化を克服できることにはつながらないことや、ワンナイトしたって別に何も世の中にプラスになることではないからさ、ね、それで結婚できるとか、うん、なんかちゃんとした付き合いできるとかっていう人が多くなるんだったらいいことやけどさ、まあ一応なんかこの少子化の話について話すんであれば、一応なんだろう、男子がこう女子にいろいろこうアプローチをするのが厳しくなってきたっていう話で、まあよく言わ、それがもう本当に良くないことだ、女が良くないみたいなことで話の展開になることが多いけど、男子は手を、いろんな女に手を出すのはもう本能なのよね、うん、本能なんだけども、逆に言うと女はいろんな人から手を出されないように自分の身を守ろうとするっていうのも本能なのよ、うん、だから本能と本能で、別に女子がなんかいろんな男子から手出されるのやだキモいとか、やだああいう男っていうのも本当の意味では本能なのよ、うん、だからそれを禁じるのは良くないと自分は思う。 そう、でそれでどこで折り合いつけんのっていう話やね。それがでも成り立ってるやん、それがだからそのなんか自然のね成り立ちやんか、自然に任せるのが普通じゃない。どうしたらいいの、男はじゃあ女が好きだ、この女の子を好きだって思ったらどうしたらいいの？私はなんか普通になんかそういう彼氏いるの、例えばさ、この女の子好きになりましたっていうで普通やん。例えばこの子が好きだから彼氏いるかどうかまず聞いて、で彼氏いないんだったらなんかデートに誘うなりなんなりっていうのを考えてとかっていう成り立ちやん。それをなんか禁止しちゃったらもう無理やん。っていうかもうなんていうの、私女性として見るなみたいな感じじゃない？うん、どうじゃあデートにとりあえずは誘うべきだと、男子は。まあでもこれ普通の行為じゃない。じゃあ、あるちゃんはキモいって言わずに断る、そう、断ることをちゃんとして、で断られた男子は断られたら潔く諦めるっていうのを徹底お互いにすればうまいこと回るんじゃないかって
ていうことかな、まあ、っていうのは私は思ってるね。それでもなんか嫌だって言って例えばね何度もアプローチしてほしいタイプの女子もいるよね。そう、私はそんな感じのタイプやねめんどくせえなお前めんどくせえなもう。じゃあなんかそれでさ生まれる恋愛だってあるわけやんか、うん、例えばさうわ嫌だスタイプじゃないしとか思ってさ、でも嫌だって気持ち悪いわって思ってて、気持ち悪いっていうかそのうわごめんタイプじゃないってなってる時にちょっとやんでこれやるよこれみんなほら見てたこ焼きの入れ方や。たこ焼きの入れ方なんこれ。大丈夫かちゃんと入れてる。急いで入れんと。急いで入れんと。ちょっと待って。ちょっと待って。焼けてまうから。はい、結構火が強いねん、この鉄板。早してもらっていい？なんか鉄板の強さによってさ、火の強さってあるよね、なんかこう。いい音してんねん。私、思うね、これ。うん、感じやと思う。高田久美の真似のつもり。そうなん、それは高田久美。2階席のみんな、3階席のみんな、ほんまに私のライブに来てくれてみんなありがとう。それさ、なんかバカにしてない大丈夫よね。私、みんなのことは大好きだ、愛してるって、たこ焼き最高って思ったのに来てる。ちょっと意味わからへんな。タコ大きめがいいよな。ちょっと待って、こことかさ、もうなさすぎやん。ちょっと待って、いや、タコの入れてから、あの、ぐっと、またさ、またさ、あの、タコ、あの、天ぷら、天かす入れんで、まだ。うそ、天かすもあんねんで。中に入れんの？うん。まあ、天かすは溢れても大丈夫。ちょっと溢れるぐらいでもね、大丈夫。これもうちょっと、本当に溢れるぐらい入れて大丈夫よ。意外と。そういう作り方もあるから。ほんで、天かすたっぷり入れちゃおう。いくで。もっともっともっと、もう意外と怖がりな女やな。あ、すごい筋肉できてるびっくりした、あんた筋肉できてるな。そうこれセクハラ、こういうのセクハラになる、こういうのをやったらさ、でもセクハラになってさ、もううちそんな別にセクハラ思わへん。でも犬飼ってる女の方がやっぱエッチしやすいらしい。あ、抵抗がないと。そう、あのやっぱり犬って向こうから飛びついてくるやん、ほんでなんか温かみのある犬のなんていうの、肉体を味わうことになるわけやん。味わう、ちょっと待って、やめて。何を味わえ、ここに疲れた時に。だからあのまあちょっとやっぱ男性と女性のセックスってまあ汚いやん。え、汚いやん。男性と女性のセックス、うん、まあ意外とまあ清潔なものではないやん。なこと言わんといて。だからその犬とか、犬とかにこう泥まみれの犬ってやられるのにもう慣れてるから、まだまだ早いのにちょっと気持ち悪った。あ、多分、あ、多分これ鳥もほんまにみんなで串の取り合いになんねんな、これ大阪人は。みんな回したい。いや、私の方がうまいからって言って、全員私の方がうまいと思う。回し方ね、全員やで。あ、いい香り、ネギ入れたらすっごいいい香りすんねんな、うん、急激に。そう、ネギ好きやねん。でもいいし、ネギ好き。何叫んでんねん。ネギ、もう少子化も今どうでもいいルール決めたらええんちゃう。なんか好きな人には2回まではアタックしていいって2回まで2回まで2回まではアタックする権利を与えると。でもそれで女性もそれはいい、もう2回で決めてください。うん、あの嫌かどうかっていうの、そう、時間の無駄なので2回で決めていただいて、女性はなんか女子同士の間でなんかすごいキモいとかっていうのはもう禁止で男子もなんか明らか嫌がってるのに2回以上なんかアタックするのはもう禁止で、もうガチで絶対ないよっていう時は専用のカードを作って本当にダメだからっていうなんかの女子がなんか見せるそれいいね。
イエローカードとレッドカードを全部女子に持たす。もうそれでええやん。それいいかもしれない。それにしようもう。ではたこ焼きを食べていきたいと思います。ピョ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 プリュ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 リそう、おっぱいが出るほど嬉しいってこと。俺たこ焼きこうやって作るの久々。上にかけよう、いや横にかけよう。紅生姜入れるの忘れた。横にかけたらいいやん。横にかけよっか。紅生姜は本来中に入れるものです。たっぷりかけてや。あとマヨネーズはかけません。関西人はあんまかけへんくない。まあ好きなようにやってるんじゃない。それ言ったら終わりやねんけど。なんかもっとかけてよ。ちょっと弱々しい。もっとそうよ。そうよ。ブシャー。ビチョー。ビチョ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 。濡れて濡れて濡れて。ビチョビチョビチョ。濡れて濡れて濡れました。はい。これな。これは青のりというもので歯につくためのものですね。歯につくための。あんまりなんかまあ、あの歯につくっていうのが主な仕事役割となっております。かけてかけてかけてぶっかけて、たくさんぶっかけぶっかけ、あー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 。じゃあ次かつお節。かつお節をかけていきたい。これは主に踊る役割でございます。上で踊って人を楽しめするためのものでございます。はーい。踊って踊って踊る。あ、ごめん。飛んで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 踊って踊る。美味しそう。あ、めっちゃうまそうやん。紅生姜は？紅生姜は普通に好きなようにかけて。食うのかよ。食べたい。なんでお前食ったん今。紅生姜かかってないうちに食べときたいと思って。上にかけていいの？うんうんうん。見ちゃうぜ。たこ焼きの美味しさってさ、食レポせんでええやろ。食レポ苦手やからって逃げんじゃん。うるせえよ、食レポ苦手とか言ってんじゃねえよ。ソースが美味しいです。どういうソースが美味しいって言えるの。もうえってもできましたタタ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 ピョ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 ブン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 。じゃあ食べよう。マンボウリバーリオデジャネイロ。ごめん、いただきます。まあホクホク。うん、みんなにも食べさせてあげて。あんた独特のやつや。ちょっと下手になったんちゃう。前もって照れてんじゃねえよ。照れてんじゃねえよ。プロのたこ焼きを食う人たちはこの後何するか知ってる？歯に青のりつけんねん、ちゃんと。あ、ね、あの歯、うん、ついてますってやんねん。俺はやらへん、プロじゃないから。ちょっと俺もみんなに食べさせるわ、じゃあ。え、ごめん、うち食べしたい、もんで。はい、食べてください。たこ焼き、私たちの作ったたこ焼きを、はい、食べてください。はい、ぽよぽよぽよ。全然ピント合わへんやないの。それは近いから。ピント合わへん、たこ焼きに。あー